形になります。でこれ検査をしながらずっと奥に行くので、そのガントリーのこの馬体の向こう側にテーブルが出ていく。この出ていく量を少しコントロールしてあげると、あのこういう形で中入っていくんですけれども、これを奥に行く量を少しコントロールしてあげると、後ろの壁が迫っている状態でも入れられるということで、さらに設置性が良くなるという格好で、まあ、今回発表させていただいたワールドからこれをやらせていただいたということで、全く同じ画体で16チャンネルのスクリアアドバンスという装置もございまして、画体が同じ。